ひろこ TV。 ボーカルレッスン。こんにちは、佐藤ひろこです。この動画は佐藤ひろこオリジナルボーカルレッスン動画です。今回は裏声とは、地声から高い声を出そうとして裏返った過去、ひっくり返った声のことです。発声法の一つでファルセットと同じ意味があります。例えばこんな時にあなたは裏声を使っている。人を冷やかす時などのヒューヒューの声は裏声です。ちょっとやってみましょう。これ裏声ですね。あとはクラシックの人とかが歌っているような声、私のお墓の前で泣かない、もういいですね。こんな感じです。はい、じゃあ早速裏声をあなたも出してみましょう。リラックスした状態でハヒフヘホホの音で高い音を出してみます。小さな声で OK です。じゃあ一緒にやってみよう。ほーほー、地声とは違う抜けたような、声が出れば OK です。ほーほーほー。裏声が出ない場合は喉に力が入っていないか確認してみましょう。とっても脱力した感じです。あいうえおの母音を意識して顎を落として喉の奥に空洞を作る感じ。喉の奥に空洞を作る感じ。共鳴してしまいました。裏声をじゃあ今度は意図的に出していきましょう。あゆえおでいきますよ。今度は地声裏声、地声裏声とおでやってみましょう。じゃあやってみますね。せーの、おほおお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 。じゃあ一緒に3、はい、おほおおおおおおお。こんな感じです。裏声を意図的に出せるようになると、高い音になった時にひっくり返ったような音にならないので、ぜひとも意図的にこの裏声が出せるように練習してみてください。今回の動画はいかがだったでしょうか。ちょっとでもいいなと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。バイバイ。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。高評価ボタンも押してね。チャンネル登録してください。